TTFN バックパック Visiting Outdoor Shop in the Suburbs of Sapporo。 札幌市郊外にあるアウトドアショップ9軒を巡ってきました。なお全店舗掲載確認をした上での撮影となっています。 TTFN の D です。 Hi。 トリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、街ハイク、野営、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナル、スローパーキン、エニートリップなチャンネルです。今回お邪魔したのは札幌市南区川沿いにある店舗。札幌駅近くにも店舗があります。店内を見せていただいたイメージはおしゃれな小物アイテムが多く、デザイン性のあるガレージブランドが中心。キャンプをドレスアップしたい方にもおすすめ。またテントデンオリジナルアイテムもあります。もちろんアパレルやチェア、テーブルも取り扱っています。なかなか他のショップではお目にかかれないことが多いアイテムが多いので、実物を目にすることができるこちらは大変貴重だと思います。あ、オリジナルの商品ですか？一応そうです、カーボンテープ。あ、これがそうなんですね。テントテンの、まあ、ロゴですね。ロゴが入ってて、はい、このヘリノックステーブルバンドの足も全部はまるよ。これも全部テーブルバンドにはまる。はあ、はあははあ、これも常時置いてる定番アイテム、ね、はい、置いてます。小さいバージョンでこっちのカーボンテーブルに、ね、あー、なるほどね。かプラスアルファで、そうです、そうです、これを必ずつけてもらって、ね、この穴にこれをはめていただくと、こういう、あ、こういうことができるわけですね。測定者、まあ、この三脚にくっつけて、あ、なるほど、できるということですね。はい、あ、それは便利。こちらで37,500円です、ね。おお。こっちの四角いのが24,000円。なるほど。ね、カーボンだから熱にも強いし、はい、ほら、バーナー使ったりとかしてもあれだし、軽いし、ね。キャンプの雑貨屋さんに来たような楽しいお店でした。南区トキは昨年の11月にオープンしたサビ、アウトドア好きのための体験型キャンプ&カフェショップです。店内ではオリジナルフード、ドリンクを味わえます。またキャンプ用品、アウトドア用品なども販売されており、カフェだけじゃなくてもアウトドアショップとしての利用もできるお店です。ガレージブランドから買いやすい値段帯のアイテム、スパイスや岩塩などの販売もあり、お茶しながらキャンプ用品を楽しむことができます。僕が気になったのはこの森林香に近いザ・パンチという線香、それとこのアメリカ製っぽい香りのするファイヤースターターです。こちらの屋上に登ることができます。屋上バーベキューや火起こし体験や薪割り体験などもできる体験型ショップとなっています。僕の感じではカップルや家族でキャンプ、アウトドア用品を見ながら食事やお茶を楽しむお店のイメージです。続いてお邪魔しましたのはセカンドアウトドア川添店、ご存知セカンドストリートのアウトドア展開の店、アウトドア専門のリユースショップです。メンテナンス、アドバイス、使い方のレクチャーも、リユース品だけではなく新品も置いています。店内にはそれなりな激安なものから年代もの、アンティーク的な価値のあるもの、なかなかお目にかかれないレアアイテムまでと、お宝探検的な楽しみがあります。北海道の店舗の特徴としてやはりスキーやボードなどウィンタースポーツ用品の充実があり、このムービーを見てるだけで宝探し的に出かけたくなるワクワク感を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ピピンのアンバサダーもやっています。 TTFN セレクトのアガルギア、UL ギアを集めて Amazon、楽天、Yahoo に飛べます。不定期にアイテム入れ替え、サイアスリンクをできるだけ貼っています。
ぜひ一度覗いてみてください。豊平区平岸にあるゴーインセイン、プレイボートフリースタイルカヤックをメインのリバースポーツショップです。ウェアはインポートを中心とするストリートウェアブランド、アウトドアウェアブランドを輸入販売、ヘンプを中心とするオーガニック素材にこだわった商品も多数取り扱いがあります。すでに雪解けの水であちこちの川でパドラーたちは狂喜乱舞、ウォータースポーツシーズン待ったなし。カヤックやバックラフト、サップやダッキーにカヌーにおすすめのお店です。水に関するアクティビティには疎い D ですが、カヤック、パックラフトは挑戦したいと思っています。ウェア一式はもちろん、リバースポーツ専門のゴーインセインです。白石区東札幌のラソラ内にあるファクトリーギア、店舗は全国各地に。店舗のお姉さんとえらく仲良く話が弾んだので紹介。ディーンというオリジナル工具のあるお店、アウトドアギアの DIY など便利なお店です。憧れのスナップオン、間違いない KTC マキタまで、作業衣類や面白い T シャツなんかもありました。ファクトリーギアと同じくラソラ内にある遊ぶデパートメント札幌。大体この GRN アウトドアっていうのがまあメインでアパレルは置いてるんですけど、はい、まあ、やんでる商品ちょこっと持つとか、あとはレジ前にちっちゃい小物のね、ナイトアイスとかそういうのが入ってたりします。あとこの辺がこの遊ぶで作ってるオリジナルの、あ、そうなんですね、はい、こっちが焚き火台、こっちが上のやつ、ね、はい、ええ、あとこういう三角いやつがあったりとか感じで、白老にキャンプ場がありまして、遊ぶ場っていうキャンプ場がうちのキャンプ場、はい、あ、知ってます、はい、知ってます、めっちゃかっこいいとこですよね。すごい綺麗にしてるところ、そこと、まあ、道具屋さんという感じでやらせてもらって、ね、あ、そうなんですね、はい、この辺はあれですかね、もうセレクトして入れられてるっていう感じですよね。もうあそこオリジナル以外のものは本当にチョイスしてて、はい、あと遊ぶオリジナルとしては、それはこの辺の OD 缶、CB 缶カバーとか、そうですよね、はい、これはその思い戸さんっていうところが作ってくれて、一応シリアルもついてて1個ずつね作ってくれてるっていうようなものがあるんですけど、え、このテント何なんですか、これ小川のタストっていうやつ、あ、小川なんですね、はい、でタストは今これ六角形ですけど、この6とか7とかで高さを変えると7角形にして低くなる、マックスですか、これが今六角形ですね、これだから高さはマックスです、これがマックスなんですね、高さは、はい、はははで7角形にすれば低くなって裾が広くなる、8角形にしたらもっと低くなって裾が広くなる、このキャンプ場から今借りてきてる、うちになんせですね更衣室がないんで、はあ、はいはいはい、更衣室なんです、ああ、そういうことなんですね、はい、なので1個ぐらいテント建てたかな、この奥のタペストリーは何なんですか、あれですね、ソフトジェネラルっていうブランドの、結構いいお値段がするんですか、8000円ぐらいです、あ、え、マジですか、安いですね、まあ、言ったらラグなんですけど、まあ、アクリル製のやつなんで洗濯とかもできる、結構雑に使ってもらって、当然部屋の中で敷いてもいいし、テントの中に敷いてもいいし、あとこれのちっちゃい版の玄関マットぐらいの大きさもあるんですね、はい、それも前室に置いたりとかも、いや、でもなんかプリントっていうか折りが、かっこいいですよね、そうですね、これはね結構いい感じ、そうなんですね、僕は普段ちょっと UL って言って荷物を非常に少ない状態でバックパック一つで出かけるみたいなようなスタイルで旅行したり歩いたりキャンプしたり、はい、UL でやってるんですけど、で YouTube もそっち系でやってるんですよ、FLHQ とか行かれました、 FLHQ は何回か行ってますもんね、もうどうですこれ、ね、でしょ弾道さんね、いや、ちょっとなんかと行く先行く先であちこちでいろんな話が弾む TTFN の D です。こちら遊ぶデパートメント札幌は残念ながら5月末で閉店してしまい、千歳のアウトレットレラに集約されます。5月以降はそちらにどうぞ。北海道白老には遊ぶ場というキャンプ場があります。そちらはこちらの系列になります。とても綺麗でロケーションもグッド、ぜひそちらにも足を伸ばしてみてください。インスタグラムをやっている TTFNOT です。リアルタイムのストーリーやアクティビティに役立つ情報、ギア考察、 YouTube とも連動したりしています。ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。アスペスク大谷地にあるパトルクラブ、
本気で遊べ、本物で遊べ。北海道初スキーアウトドアの専門店。ここで25、6年前にロゴスのフリース封筒型ブランケットを買って、今も現役でたまに使っています。店内は所狭しとアウトドア用品でいっぱい。登山、キャンプ、シースポーツ、リバースポーツ、ランニング、スキー、スノーボールなどなど、ないものはない的なショップです。スポーツオーソリティ、平岡イオンモール内にあります。スポーツ用品の大型店舗、オリジナルブランドなどリーズナブルなアイテムと定番メーカー中心の品揃え。セカンドアウトドア北野店、ここは薪が売っていたりテントの数が多めです。店舗によりアイテムの品揃えが違うので、たくさん回ると探し物やお宝が見つかるかも。スーパースポーツゼビオドーム札幌月寒店、スポーツ用品の大型店、定番メーカー中心の品揃え。ノースフェイスが割引価格で売っていたりと、たまにめっちゃお得な時がある模様。今回は札幌の南、東の郊外を中心に紹介しました。他にも修学僧、フィッシュランド、ループサーフ、日清スポーツ、ステッピングストーンズなど、まだまだ魅力的な店はたくさん。天気が悪い、次の日仕事が入ったなどの時、丸一日アウトドアショップ巡りをしてみるのはいかがでしょう。トリップトラベラー TTFN でした。